はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。9月の4日日曜日ですね。4時40分を回りました。千代田区29度で、この部屋も29度ですね。さっき雨降ったんかなと思ったんですけど、そんな感じでもないですね。あのカーテン閉めてたんで、音が分かります。音で雨かなと思ったんですけど、さて、日本経済新聞でございまして、これ昨夜見つけた記事でして、有料記事なんですけども、開けてしまいましたんで、開けたところのですね、アドレスを貼っておきます。皆さんにはこれから開けろというサイトが出てくると思うんですけどね、チャートは語るというシリーズでございまして、家余り1000万戸時代へ、住宅リストラ待ったなしというタイトルでして、この記事のポイントって丁寧にですね、3つヘッドラインを書いていただいてまして、そこを読ませていただきますと、2023年、住宅数が世帯数より1000万戸余り、日本に空き家危機が迫ると。人口減時代に新築中心の住宅産業育成策を続けていたことが背景、既存住宅の活用や住宅を解体しやすい環境の創出が鍵になると。この3本のヘッドラインですね。ちょっと読んでいきますと、2023年住宅総数が世帯数に対し約1000万戸も余る時代が到来する。かつての住宅不足の解消を目指す政策が人口減少社会でも維持されてきたことで、家余りがさらに深刻になる。すでに約849万戸ある空き家問題が一段と拡大しかねない危機に直面していると。総務省の住宅土地統計調査によると、日本の住宅総数は18年時点で約6241万戸で、野村総合研究所では23年に最大6546万戸へと増えると見込む。だいたい300万戸ですね。300万戸超増えると。これ5年間で300万戸ですから、まあそんなもんですよ。住宅着工数がですね、かつては100万戸以上あったんですけど、最近100万戸切ってまして、80万戸とかそのあたりで推移していると私は認識してるんですけどね。続けましょう。13から17年度は住宅の取り壊し括弧除却が早いペースで進んだとみられるが、除却が08から12年度水準に低下すると、住宅過剰は一気に顕在化する、まあ昔はたくさん壊してたんだけども、今はそのペースがですね、低下す、これからは低下したと。08から010ってあれやんか、もっと前の話やん。国立社会保障人口問題研究所は23年は日本の世帯数が5419万とピークを迎え、減少が始まる節目と見る。人口が減っても長寿化や障害未婚率の上昇から一人暮らしが広がり、世帯数だけでは増えてきたが、世帯数だけは増えてきた転機が訪れると。まあ以下うには書いてありますけど、まあ今世帯数はね、人口は減ってるんですけども、年間今どうでしょうね、60万から80万ぐらい減ってます、人口はね。でも世帯数が増えてるわけです。世帯数は1世帯で1つの住戸が必要なわけですね。まあ2世帯同居みたいなのがありますけど、あんなもんは無視できる数です。ですので世帯数イコール住宅需要というふうに考えていいんですけども、その世帯数は人口が減るにもかかわらず増えてきたんです。なぜかというと、世帯分離といいますですね、家から出てって独立するですね、子どもたちが多かったわけですね。でそれが一番子どもが出てって、アパートがいると、そこで一世帯っていうふうになりますね。マンションでもいいですけど、そういうふうになっていくんで、世帯分離でどんどんですね、その世帯数は増えていったんですけども、住宅数じゃあ人口は減っていたと。で住宅供給は相変わらずですね、年に60万戸から80万戸ぐらいは、80万戸ぐらい供給されてるのか、今でも除却がありますからね、80万戸供給されても増えるのは60万戸ぐらいでしょうね。
だから例えば立て直しといったら、ね、あの1引く1なわけですね、今あるうちを壊して建てるわけですから住宅不足数は増えないんですね。こんなことも書いてあります。戦後から1960年代まで深刻な住宅不足に悩んだ日本は立法措置まで講じて住宅新築を進めた。あの今でもそうなんですけど、家をあの新築しなさい買いなさいというのはですね、政府の手厚い補助があります。例えば住宅ローン制度なんかは、まあ、ああいう制度を創出したというのも元は政府のお声がかりなんですね。で今はその住宅ローンを借りた税金が安くなるという住宅ローン控除ってあります。あれなんかあの住宅を買え買えって政府は言うてるわけですよ。住宅を買いますとですね、それに伴っていろんな需要が生まれるんで経済効果が高いというふうに考えています。まあ、特に新築住宅はですね、新築やって家具も新築にしなあかん、新しいのにしなあかんとか思ってる人が多いわけでして、そこでいっぱい物を買ったりするわけですね。そうすると GDP が増えるという計算になります。だからずっと戦後一貫してね、住宅新築住宅買い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 っていう政策が来たわけです。ところがここに来てですね、1000万戸余るだろうというふうに言われています。皆さんもお気づきでしょう。その空き家ってやたらと多いんです。この私が今いるところは日本橋小網町というところなんですけど、この周りもともと人がね住んでたところでもあるんですけど、空き家っぽいの多いですよ。あるいはここももうすぐ空き家なんだ、この親父死んだら空き家でみたいなところが結構いっぱいあったりしますし、ここから見えるマンションもですね、この前ここにある人が来てですね、あそこ僕のもんなんです、こうたんですって言うてありましたけど、な今どうしてんのって言ったら、賃貸募集してるんですけどなかなか入りませんねとかいう話をしてましたけど、それも空き家ですね、言うてみればね。そういう住戸がですね、全国に1000万戸、まあここにあるのなんかね、その人はね高い家賃設定してるから入らへんだけだって、相場より安い家賃にで募集したら絶対入りますよ。まあそういうのはまだ救いがあるんですよ。でも田舎のですね、こんなんどうすんのみたいな、もう人住めへんでみたいな、そこまで朽ちたですね家なんていうのはもうどうしようもないわけですね。もう潰すしかないわけですね。で今はあんまり目立ってませんけども、廃墟になっていくマンションとかね、もうどうしようもないわけですね。でそういうのがやたらと増えていると、これからどうすんのと。で政府の住宅政策が変わってるかというとあんまり変わってないですよ。相変わらず住宅ローン工事やってるでしょ。他にもですね、何でしょうね、あのあれですね、何やったかな、買うた場合の税金なんかも取得税なんかも新築の方が有利ですね。あの諸費用、新築とですね中古では新築の方が安いんですね。新築買い買い家作れみたいな。で、住宅産業、まあそのハウスメーカーもあればゼネコンもありますね。住宅産業全体ではですね、自民党にいっぱい献金しましてですね、あの不動産屋自体もですね、不動産連合みたいなところ不動産屋なんたらかんたらかんたらってのはいっぱい自民党に献金しますよ。なんでこう今の政策を改めようという風潮はあんまりない。でどうなるかというと、どん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 空き家が増えていくということでありますね。で日本人は空き家というか新築が大好きなんで、これからも新築住宅一定数作るんですけども、もう今やですね建築費が高くなってですね、どうでしょうね。昔はね中古住宅ってのは新築の大体2割安ぐらいが目安で、古くなれば半分ってなったんですけど、今はねマンションなんかね、あのもう築10年が新築の半額ぐらいになるっていう現象が、ちょっとした郊外、大宮の向こうぐらいですね、千葉市の向こうぐらいまで来てるんですよ。なんでそういうところではなかなか新築住宅が供給できないということになってますね。その輪っかがですね、だんだん狭まってきて都心に迫ってるという状況ですね。で今はですね日本の景気そう悪くありませんので、都心のですね住宅の価格が下落するという現象はほぼ見られないんですけども、これ景気が悪くなるとそういった現象は一気にですね可視化すると、我々の目につくようになるということになります。そうなるといよいよですね、マンションや住宅の価格、不動産の下落が始まるんではないかなと。そもそもですね不動産価格って使用価値で決まるんですね。そこに住むことによる価値はいくらやと、まあ、言うてみりゃ借りたらいくらなんやと、その何年分なんやということですね、マンションの場合は。でオフィスビルの場合は
そこでビジネスやったらどれくらいの利益が見込めてですね、でそれに対して家賃はいくら払えるってそういうことですね、店舗なんか特にそうですね、ここで、店構えたら売り上げいくら上がんねんって、そうだから家賃はいくらっていうふうに決まっていくわけですけど、このコロナとテレワークによってですね、そういう都心であるがゆえの付加価値というものは下がってきたわけでして、それがいずれ不動産価格にも反映されていくと。さらにですね、この低金利によってちょっとバブル化した住宅価格もですね、まあそう低金利がですね解消されていくことによって多少下がっていくだろうなということでしょうね。でプラスこのいっぱい余ってる、この辺でも余ってますからね、そのオフィスも余ってればじゃマンションも余ってますからね、実のところね。だからそれが需給と供給、需要と供給の関係になってしまえばですね、下落は間違いないなというふうに私が思ってますという話でございました。この日経新聞のサイトを開けたところを貼らせていただきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。